おはようございます、たまです。みおさん、お屋敷潜入大作戦やっていきましょう。はい、次はですね、ゆきひろさんでやっていこうと思います。ゆきひろさんはね、このゲームを買うときにね、成田健さんがいるということで、殺生丸様がいるじゃないよということでですね、ちょっと結構購入のきっかけになった声優さんであります。なので、だけどね、ゆきひろさんね、今までやってく感じではまだね、キャラクターっていうか人間性みたいなのが全く見えないんで、他のキャラよりね。だからね、今のところ私推しは弟さんのさつきさんがね、一番プレイしてきて好きだって言ってるんですけど、あとはトールくんのバックにいつもいる里村さんもね、ちょっとかっこいいと思ってるんですよね。チラチラ見せてくる有能感が。だからこのね、でもゆきひろさんってね、パッケージでね、ドセンターにいるキャラクターなので、絶対そのほら、落としにかかってくるじゃん、プレイヤーを。センターだから。だからこの3人のね、うち私誰が一番ね気に入るかしらということで、そういうのもね楽しみにねやっていこうと思います。今のところね、やっぱさつきさんがねお気に入りですね。ゆきひろさんのきっと抱えている問題を気づいてて、それで里村さんのところにこう警告文みたいなものを送ったのがさつきさんってことなので、そういうちょっとほら、チラチラ見えるさつきさんも有能感があるのと、あとはそうやってこう気だるいキャラクターなんだけど、結構みんなの心配もねしてくれてるんですよね。それがちゃんとねうまく伝わらないっていう、そのなんかそういう感じも好きなんですよね。はい、だからお兄ちゃんやっていこう。お兄ちゃんもきっとね、だけどいないね、いませんね。そっか、ゆきひろさんってあれだね、執務室も持ってるんだね。でもまあお掃除マークがこっち出てるんで、資質の方をお掃除していきましょう。あとね、私ね、この始めろやってねあのね、このゲームね、今もすでに結構喋ってるんだけどね、脱線してね雑談しちゃうのをねちょっと反省してる。こうね、ついこういうね動画撮ってると、まあ一人で喋ってるわけなんだけど、こうお友達とね電話してる時みたいな、なんかキーワードみたいなものをパーンと見た時に、ちょっと話がね脱線して、 それに引っ張られて違う話しちゃう女子の話し方あるあるをね、自分がやっててね、ちょっとちゃんとねゲームをやろうと思うよ。でも脱線したらごめんね。お掃除です。あ、なんか室って初めて入ってない？いつも執務室の方入ってたよね。うん、めっちゃ綺麗な。やっぱり綺麗にしてるよな、ゆきひろさん。こう綺麗にできる人いるよね。でもまあ、ほこりはあるな。積もってるのね、ほこりはね。上から下にね。まず、畑でほこりを落とさなくちゃ。ね、すごい本だな。地震が来たらちょっと怖くない？あのベッドの両サイドね。それにしてもでっかい本棚だな。ん？
何か本の間に挟まってたのかな。どこ行った？なんだろう、メモかな。これって家族写真だよな。お、さつきさんだね。あれ？あ、違った。この赤ちゃん昔の写真でね、森ちゃんじゃないか。さつきさんかと思った。あ、やっぱりみのりちゃん関連で行くのかな。誰だろうこれ。そういえば俺の赤ん坊の頃の写真をお母さんが見せてくれた時、写真の裏にメモ書きがしてあったよな。やっぱ登録もあれかな、今の大家族の家庭の子じゃないのかな。出生の秘密あるのかな、登録も。ああなるほど、そういうわけではないのか。昔の写真ってね、デジカメになる前ってカメラにね、写真の横に日付も焼き付けてくれるやつあったよね。田上治31歳、玲子28歳、みのり1歳。この写真に写っているのがみのりちゃんの本当の両親だとしたら、彼らはどこに行っちゃったんだろう。お亡くなりになってるのかしら。もうパパとしてね、みのりちゃん育ててるから。もうトールくんがみのりちゃんのお母さんになるコースかな。ね、なんか子育て枠かもしれないね、ここね。序盤のトールくんってね、若干下世話に感じちゃうんだよね。なんか人んちのさ人んちのことね、お察しって感じでちょっと引いてあげてほしいと思うんだけど、それはあの探偵さんだからそういうわけにはいかないんだけど、噂好きおばちゃんみたいなね、怪我しちゃうんだよね。とにかく里村さんに報告しなくちゃ。はい、もしもし、こちら里村探偵事務所。里村さんですか？トールです。ああ、トールか。で、守備はどうだ？はい、ユキヒロさんの寝室を掃除していたら一枚の謎の写真を見つけたんです。謎の写真？そうなんです。20代後半の男女が並んでいて、女性の方は腕に赤ちゃんを抱っこしている、いわゆる家族写真です。それのどこが謎なんだ？その女性の腕に抱かれている赤ちゃん、どう見てもみのりちゃんなんです。
そいつは興味深いな。お前、その写真に写ってる男女に心当たりは？例えば風間邸に出入りしているとか。ええ、全く見たことありません。それで写真の裏には田上治、玲子、実とそれぞれの名前が書いてありました。そうか、ってことは何だ？実には別に本当の両親がいるにもかかわらず、社長は実を自分の子供だと言っているってわけか。そうなんです。その理由が全くわからなくて。確かにな、風間幸宏に隠し子がいるなんてことになればスキャンダルにこそなれ何のメリットもない。どっちにしろ何か隠しているのは確実だな。特に実りを自分の子供にしとかなくちゃいけない事情があるんだろう。そうですね。田上治と玲子か。こっちでも社長の身辺を探るしかねえな。みのりちゃんでもあれだよね、あのこのゲームの中ではたまに放置後みたいになってる時があるんだけど、誰かが見てるのかな、家の中でね。多分その夫婦と社長は何らかの関係があるんだろう。出ないと子供は引き取らないはずだ。大人がついてる雰囲気ないんだけど。そうだと思います。写真を大切に撮っておくはずもないし。そいつはこっちで調べるから、とりあえずお前はもうちょっと社長からみのりのことを聞いてみろ。はい、わかりました。ただし慎重にやれよ。彼は若くして風間グループを滑る有能な男だ。少しでも怪しいと思われたら警戒されて近寄れなくなるぞ。じゃあどうしたらいいんでしょうか？それを考えるのがお前の任務だ。前も言っただろ、基本的にはターゲットと親密になればいい。頑張ります。じゃあ俺はちょっと今から出かけてくる。今後も情報よろしく頼むぜ。はい、わかりました。なんかハニトラ感あるよね。親密にねならなきゃいけないね。まあ、そうなんだけどね、そういうゲームだけどね。そう、一番ね見えないよね、今のところプレイしててもね。他のキャラやっててもそんなにね。ドアが開いてる。幸宏さん、いらっしゃいますか？いないのかな。あれ、パソコンがつけっぱなしになってる。なんだこれ。幸宏さん、何見てたんだろう。気になる。押しちゃえ。わあ、ダメなやつよ。どうする、なんかちょっとエロいもんが出てきたら。金田一少年の時さ、あの原作の時はさ、結構ね AV が流れちゃってさ、
はじめちゃんのねビデオが入ってたりとかするんだよ。お、なんでしょう。あれ、なんか変な感じがする。わあ、怖い。あれかな、ドラッグパーティーで流してた映像ってこれかな。今のとこ私は大丈夫ですけどね。ね、ドラッグパーティーでなんだっけ、あのお薬の名前、お薬と映像と組み合わせてって言ってたから、それの映像の方を手に入れたのかなと思った。怖い。ふわふわするな。いくらなんでもトール君何も飲んでないのに。何をしてるんだトール君。あ、怒られちゃうよ。あれ、ゆきひろさん。何をしているのか。何でもありませんよ。ご機嫌です。トール君、大丈夫か。大丈夫ですよ。そうか。それより私に何か用があったんじゃないか。ああ、ああ思い出しましたよ。やっぱ可愛いんやろうなトール君ってな。それは良かった。ほら、子犬でも眺めるように。やっぱ幸宏さんもあれかな、敦彦さんの時みたいね、もうかっこいいなかっこいいなってこうポーとなってる感じで攻めていくのかな。どうした。面白いやつっていうのがあのいただけそうよ。あの、ゆきひろさんは好きな人いるんですか。一気に親密になりに来たね。あれかな、ゆきひろさん相手のトールくんはちょっとこう天然ボケな可愛い子ちゃんでいくのかな。山崎さんの時は山崎さん年上なんだけど意外としっかり者のターンだったよね。ちょっと可愛い子ちゃん路線でいくかな、保護よくそそる系でいくのかな。好きな人？どうしてそんなことを聞きたいんだ。優しいな、また声の、 あのトーンが。私最初ね、摂政丸様ってもうちょっと低いんだよね。摂政丸様の声を出される成田健さんは。でもちょっとこれも良くなってきたね。だってみのりちゃんは幸宏さんの子供なんですよね。
そうだ。でも雪宏さんは結婚してないじゃないですか。そうだな、私は独身だ。だからきっとみのりちゃんは雪宏さんと恋人の子供なのかなって。徹くんは私に恋人がいるかどうかが気になったのか。そうです、結構可愛い子ちゃんでしょ。だからそのだってユキヒロさんはかっこいいし仕事もできるし男の俺からもすごくかっこよくて、だからすっごくモテるんじゃないかなって。恋人ぐらいいますよね。ああでも恋人がいてしかも子供までいるって知ったら悲しむ人がいっぱいいそうですね。君はそう思うのか。結構あれかな、幸寛さんも最初から徹くん可愛いなと思ってた系なのかな。思います思います絶対悲しむ女の人いっぱいだと思いますトールくんが落とされている。トールくんは？あ？トールくんはどうだ？悲しいか？結構最初からさ魔性やね、ゆきひろさん。今までさ徹くんの方がどっちかっていうと攻略キャラにそんなん好きになっちゃうやんって思わせてきたんですけど、まあ敦彦さんはね徹くんがちょっと片思い感ね矢印すごかったんですけど、なんかね向こうから結構来るね。そのあのよりそれは悲しいですって言った方がいいのかな。もうね悲しいですって言おうか。えい、それはもちろん悲しいですよ。悲しいです。憑依されてる。そうか、悲しいか。照れてる。幸寛さん結構最初から徹くん可愛いなと思ってたのかな。他のキャラってね途中からって感じが今までね。でほら最初は塩対応なんだよねとか言ってたんですけど、私に恋人がいるのはそんなに悲しいことなのか。そうか、安心しなさい、私に恋人はいないから。本当ですか？本当だ。あ、でもみのりちゃんは？ん？みのりちゃんはじゃあ誰の子なんですか？
みのりは私の子供だ。そう紹介したはずだが。遺伝子的にね。それより、トール君。あ？君は夜に私の寝室で、私に恋人がいるかどうか聞きに来た。抱かれに来たと思うよね。あ、はい。そうか。では、そのことについて、もう少し詳しく話そう。詳しく？夜に男の寝室に来て恋人の話をするということが何を意味するのか。まあ、トール君も一応男の子だったんで。知りたくないか。すみません、俺もう帰ります。あの映像何だったのとかね、思わないのかな。とにかく里村さんに報告しなくっちゃ。はい、里村探偵事務所ですが。あ、里村さん、俺です。トール、なんだお前、酔っ払ってんのか。酔っ払ってないです。あのな、酔っ払いはだいたい酔ってないって言うんだよ。おい、お前どうしたんだ。社長のところに行ったんじゃないのか。そうなんですよ、幸宏さんのところに行ったんです。それでみのりちゃんはやっぱり幸宏さんの子供じゃないんだと思うんですよ。で、誰の子供なんだ。さあ、誰でしょうね。でもみのりちゃんは幸宏さんの子供なんですって。あ、おい、お前何言ってるんだ。本当に大丈夫か。おい、誰、タール。映像だけでね、そんなんなっちゃうの怖いよね。どこにする？はい、じゃあゆきひろさんにお話ししましょう。何をする？トール君、どうしたんだ？あの、聞きたいことがあって。聞きたいこと？はい、風間エンタープライズってよく名前を見かけるんですけど、実際はどんなことをしてるんですか。あ、私風間エージェンシーってなんかで言ってたような気がするけど、エンタープライズだね。あとね、前の動画でも山崎さんのルートで出てきた野中さんをずっと野村さんって言ってて、全然ね、適当に覚えてるね。あの、よく本当にね、あの
お母さんがねこういうの覚えられなかったっていうのが今自分に来てるからね。カタカナだったり名前だったり全然ね覚えらんない。グループ会社がたくさんあるからな。基本的にはエンターテインメント事業を中心に仕事をしていることになるか。エンターテインメント事業？そうだ。主な仕事内容は映画上映賃貸業並びに宣伝材料などの販売。これはつまり映画のレンタルなどの経営と映画の宣伝だな。それに映画輸入販売及び配給。これは外国映画を買い付けて映画館で上映すること。まだあるな。映画ビデオ、DVD の企画制作、販売、テレビ放映権、ブロードバンド向け映像配信権のライセンス事業、キャラクター商品のライセンス管理、うん、それに音楽ソフト、映像商品の企画、製造、販売、タレントプロダクション業というところだな。風間エンタープライズ会社案内。そこに詳しいことは書いてある。まあ暇な時にでも読んでみるといい。ありがとうございます。でもなんだかたくさんの事業をやってるってことだけは分かりました。そうだな。トール君はエンターテインメント事業に興味があるのか。映画とか普通に好きですけど俺にはちょっと難しいような。そうか。まあ何か聞きたいことがあったら遠慮せずに聞いてくれ。はい。どこにする？あ、こっちじゃないね。どっちを設置すればいいのかな。どこにする？あ、違うね。あ、じゃあここでよかったのかな。あ、やっぱりだね。え、ちょっとさ、ゆきひろさんってさ、どこにする？どっちを掃除したらいいか悩むね。何をする？こっち掃除してみようか。じゃあ、はい。で終わるよね、そりゃね。結構バッドエンドになっちゃうかもしれないですね。どこにする？何をする？じゃあお話ししましょう。ゆきひろさんは本を読むのが好きなんですか？そうだな。仕事から世間の流れや流行を知ることは必要だから読書は欠かさないことにしているが、今読んでいるのはただの情報誌だよ。関西ウォーカーみたいなやつかな。そういえばこの屋敷の生活は慣れたか。はい、随分慣れてきました。そうか、それはよかった。ところで食事などはどうだ。口に合っているか。ええ、ここのは何でも美味しくて感動してます。エビフライいいな、私の好物。あ、なんか結構ゆきひろさんってトールくんがツボに入ってるんだそうか、エビフライを気に入ってくれたかそんなに笑わないでくださいよ。
いや、すまない。エビフライに感動してくれたのは嬉しいよ。シェフの人のね、お給料ちょっと上げてあげて。だって本当に美味しかったんです、ここのエビフライ。母さんのエビフライの次くらいに。あ、なんか地雷を踏まないようにね、ドキドキしちゃうよ。あ、よかったよかった。お母さんが地雷じゃなくてよかった。結構さ、こういう漫画とかゲームとかのね、キャラクターってね、母親のね、育成環境が地雷だったりするからね。 それはシェフが喜ぶだろう。なんせ彼は有名ホテルのレストランで料理長をしていた肩書きも持っているからね。へえ。私が母とよく一緒に通ったレストランの料理長でね、国際的な料理のコンクールで金賞も受賞して。めっちゃすごい人引き抜いてますやん。違う違う、お母さんの味が一番よ。どうした？あ、いえ、別に、その、俺、シェフと自分の母親を同列に扱って、その…トール君がそんなに褒めるエビフライなんだ。君のお母様が作ったエビフライを私も一度食べてみたいな。関西スーパーのエビで言うけど、そんな有名なシェフと比べたらただの家庭料理ですから。私はとても憧れるよ、家庭料理というものに。ああ。私はこの年になるまで食べたことがない。さつきさんもか。じゃあさつきさんに変換する人。私これはあれだね、トールくんがこう素朴な家庭料理を食べさせてあげたら、俺の舌であがけの一夜様みたいにね、コロリと行くのかな。あ、そういや、一夜様とね、スーツも似てるしね。うん、毒気を抜いた一夜様なのかも、ゆきひろさんって。家ではいつも専門のシェフがいて料理を作っていたから、母の作った料理というものを食べたことがないんだよ。君が羨ましい。お貴族様やな。また飛ばしますね。さつきさんとの揉め事でしょう。はい、もうね、何回も絶対これ見ちゃうんで、ね、これとお風呂はね。はい、どこにする？何をする？あ、ゆきひろさん結構連続でお話できますね。ゆきひろさんの趣味って何ですか？趣味か。はい、うん、意外とこういう人お仕事好きだから無趣味なんじゃないの。よく考えてみると趣味と言われても、これといって仕事が趣味みたいなものだが。そうなんですか。強いて言えばテニスと乗馬だな。わあ、ジュリアス様だね。ジュリアス様は乗馬だけやったっけ。あれ、あのビラビラした服でテニスはしないか。へえ、お坊ちゃまや。え、さつきさん趣味なんだったんだろうね。人に言える系の趣味ね。乗馬？
乗馬ってすごいですね。馬なんて乗ったことないや。あら可愛らしい。そういえば一度牧場でポニーに乗ったことがあります。ポニーね、可愛くて飼いたいって思ったことがあったわ。あと羊とかね。ポニー可愛いやん。それはトール君に似合うな。ははちょっとユキヒロさんさ、ショタ属性持ってるような気がしてドキドキするね。みのりちゃんも育ててるしね。そうだ、子供扱いされてんだね。もしよかったら今度乗馬に行こう。馬は所有しているんだが最近会いに行けないから拗ねているかもしれないし。馬持ってるんですか？ああ、毛色は青毛で賢い馬だ。初めてでもトール君を振り落とさないできちんと走るぞ。青毛って何色？競馬わかんないから青毛って何色かわかんないよ。でも競馬に青毛なんていた？茶色いのと白いのと黒いのと黒いのかな、青毛って。で足毛ってのはわかるの、グレーのワン、あ、ワンちゃんじゃなかった、お馬さん。青毛って何？馬って毛が青いんですか？やっぱりトールくん、さすが、私とシンクロしてる。なんか私、あのトールくんとは背後霊を超えて憑依してるね、トールくんにね。物の例えだ。そうそう、青毛というのは黒い毛のことを言うんだ。ああ、牧場王のカスケードだね。カスケードって黒いけど、ほら、あのアニメではちょっと青びかってたもんね。私カスケード好きだったんだよ。あ、牧場王も最後まで見てないのよね。ネズミさんが落馬したあたりまでは見てた。へえ。馬並みなのね。名前は何て言うんですか？とてもジャン・クロフォード・マリア・ホセ・ユリウス・グリーンだ。おお、すごい名前。ユリウスってどっかで聞いたことあるけど、何やった、ユリウスって。ジャン・クロフォード、なんか舌噛みそうですね。そうだろう。だから私はいつも略して黒豆と呼んでいる。あら、かわいい。そうなんですか。黒豆。黒豆だ。なんかね、ゆきひろさんも天然入ってんのかな。で、トール君にちょっと結構初期から出れてるよ。さつきさんをね、毎回ここね打ちたくなるんだけど、こっちに行く。はい、今日は雪広さんのところに行ってみよう。あの、二宮です。ああ、トール君か。入りなさい。失礼します。今日もお仕事なんですか？ああ、なるべく休日に仕事はしたくないんだが、どうしても急ぎの要件が入ってしまった。あの、俺何かお手伝いできませんか？
なんかあれですよね、こういうゲームとかでもそうなんだけど、忙しすぎる人がかっこいいっていう価値観がやっぱり日本はあるよねとか思っちゃって、学園ヘブンは学園ものなんだけど、中島さんとかさ、いつもさ忙しくて忙しい忙しいってふーってやってるんだけど、やっぱこう仕事ができる男がやっぱりこうかっこいいっていうのがあるから、忙しい人がかっこいいことになってんだけど、もうちょっとやっぱり働き方改革っていうかそんなに忙しくない方がいいやんって思ってしまいました。でもこういうキャラクターでもやっぱり忙しくしている男がやっぱりかっこよさの象徴として描かれてるなぁなんてね思っちゃう。君が？はい、ほら忙しい時は猫の手も借りたいって言うじゃないですか。そう、にゃんにゃんって言って、ゆきひろさん、とりあえず猫の手よりはマシかもしれないし、俺人間だし。猫を舐めるなよ。猫はな、もう邪魔しとったって癒されてしまうというすごい生き物やからな。ゴロニャンゴロニャンゴロゴロゴロって、あのゴロ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 言ってる音がね癒しになるからね。そんなに自分の能力を過小評価することはない。いやいや、あの猫様は猫様を見下してはいかんのよ。過小評価じゃないですよ。だってなんかその書類見た目にも難しい漢字が並んでるみたいだし、俺にはまるっきりわけがわからないし。これ手伝ってくれるんだろう。ではこの書類の数字が合っているか計算してくれ。計算機はそこにある。あ、はい。結構アナログですな。計算は苦手か？はい、実はあんまり得意じゃないです。こんなに並んだ数字を見てるとちょっとクラクラしてきましたそうか、大丈夫だ。難しい計算ではないし、ゆっくりやってくれればいい。頑張ります。この数字を全部足して合計が合っていれば OK と。できた。終わったか？はい、全部確認しました。君は座ってていい。私が行こう。おお。うん、これは計算間違いか。あ、あのこれはここの数字は合ってるんですけど、こちらの表に移すときに間違っていて、この縦の計算は合ってるんです。うん、それとここは次のページのところを見るとこの数字で合ってるみたいで、つまりこの数字は合ってるかもしれないということだな。はい、だから計算間違いではなくて入力間違いかも。あ、それと
トール君、ここのページもう一度計算してくれ。あ、はい。どうした？なんでもないです。ああ。すみません。ここ見落としてました。謝る必要はない。ありがとう、助かった。やっぱ子供扱いされてるのがだんだん不満になってくるパターンかな。さて、日曜日に働かせてしまったのだから何かお礼をしなくてはな。そんなこと気にしないでください。俺なんてほど働いてませんから。そんなに全身で拒否しないでくれ。なんか変なものね、センスがだってないんでしょ。今度の日曜日何かしたいことはあるか。おお。このゲームで先の曜日の日の曜日と約束ができそうよ、トール君。はい、もう飛びつけ、嬉しいです。お仕事忙しいのに、いいんですか？大丈夫だ。そんだけもうすごいんだね。めちゃめちゃ整ってるんだね、顔ね。この登場人物の中で一番あれなんかな、美形って感じなんかな。セイ君もね、美形っていう設定でいつもこう美貌をね称えられてたけどね。嬉しいです。何がしたいかな。あ、そうだ、ユキイロさんはいつも休日は何をしてるんですか？そうだな、ゴロゴロしながら過ごしてるのかな。あ、なるほど。ちょっとゆっくり本を読むことが多いな。あと三つ森とテニスをすることもある。山崎さんと？そっか。ああ、俺と三つ森はオックスフォードのテニスコートで知り合った。へえ、そうだったんですね。オックスフォードってイギリスの大学ですよね。そうだ、俺も三つ森もオックスフォード大学に留学していたんだ。すごいですね、海外の大学に留学してたなんて。俺外国なんて行ったことがないから、なんか別世界だな。そんなことはない、今度トール君も一緒にテニスをやるか。この屋敷の敷地の奥にテニスコートがある。え、家にテニスコートがあるんですか？最近は私も三則も忙しくなってなかなかやる機会がなくなってしまったが。テニスか。でも俺テニスってやったことがないし。ねえ、部活だと柔軟からやらないといけないよね。うん、それではこれは私の宿題にしよう。次の日曜日までに
君が絶対に楽しめることを考えておこう。エビフライ、はい、楽しみにしています。トール君、洋食が好きなんで。すまない、電話がかかってきた。はい、じゃあお仕事を頑張ってください。もうすごいトールくんがキュンキュンしてるよ。トールくんがもうユキヒロさん推しになったよ。全員見送り完了。はい、これは里村さんのなので飛ばしますね。みのりちゃんのとこまで。これもまあどれでもいいんですよ。まあ何も言わずにどうなんですかね。うわ、はい、こじっ、はい、どこにする。はい、連続でおしゃべりして大丈夫なのかしらと思いつつ、まあ何をする、どこにする、何をする、いるうちはしゃべろう。見たパソコンの画面、なんだったんだろう。どうしてもユキヒロさんにみのりちゃんのこととか、あの映像のこととか聞かないと。失礼します、二宮です。ああ、トール君か。入りなさい。あの、俺何か手伝いましょうか。すまない。はい、同じ曲が流れた。このバックでかかってる。ああ、私だ。ああ、そうか。ああ、すまない。何か問題が？いや、なんでもない。トール君、すまないが急用ができた。はい、あの、この部屋は閉めてしまうので、寝室の掃除を頼む。わかりました。ユキロ。お、アツヒコさん来たよ。出かけるのか。ああ、例の件で呼び出しがあった。そうか、また何か手伝えることがあったら言ってくれ。では、行ってくる。あ、はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃいませ、ご主人様。まあ、しょうがないか。でも、ユキヒロさんの寝室に行けば、この前見た謎の DVD について何か調べられるかもしれないしな。よし、こんなもんかな。
さ、ちょっとしたホテル並みに部屋があるから一人でお掃除って大変だよね。ベッドメイクとかもね。よし、掃除は終了。さて、この前の DVD まだあるかな。DVD はセットされてないな。一応机の引き出しから調べてみるか。ここにはない。ここもないな。関する調査報告書？あ、これ DVD だ。とにかくこれをセットして中身を確認してみよう。パスワード入ってないんだね、ここのパソコンね。これがこの前見た変な映像。なんだか気持ち悪くなってきた。消さなきゃ。自律神経をおかしくする映像なんでしょうかね。って何考えてるんだ自分。この書類を読んでみれば何かわかるかもしれないな。新人アーティストのデビューシングルプロモーションビデオを作成。それが話題になり、その後数々の有名アーティストや CM を手掛けるか。ドラッグスキャンダルの後、失踪？この調査報告書って探偵事務所とか興信所とかに調べてもらった結果だよな。幸宏さんはなんでこの鈴木っていう人を探してるんだろう。今度の悪い人は鈴木さんかな。調査報告書と一緒に入れてあったっていうことは、この DVD の映像は鈴木って人が作ったのかな。そう、見てると酔っ払ったみたいになった。なんだか謎めいたことばっかりで全然わかんないぞ。する？お、お掃除でまたね出てきますね。ちょっとこっち見よう。あ、派手ないなと思って。
はい、じゃあいい時間なので今回はこの辺でやめておこうかなと思います。1回目の動画なのでそんなに進展はないんですけどね。このゲームやっぱりあの後半になったらねぐいぐい引き込まれていくんですけどね、最初はねやっぱりまだ作業感があるんで2回もまだ何にもないんでね。何をする、どこにする。そうですね、じゃあ次は執務室のお掃除からねまたやっていこうと思います。それではおやすみなさい。タマでした。